よしよしよし、連れてきてよかったか。これ道沿いに入ったんじゃない？ほっといても勝手に道なりに行ってくれるやつ。ほら入ってる入ってる。よし、じゃあ楽ちんだ。とりあえずここの平地に1個ぐらい試練あるだろう。そのままの流れでラネル大地、この辺かな。まあよろしく。ふう、誰かいる。ひー、あ、手振ってくれてる。おい、誰誰。おお、いい体してるね。剣術や弓の経験もありそうだね。イーガ団に入らないか。イーガ団知らないの。いいだろう、教えてやろう。イーガ団はな、知ってるけどな。強くたくましい甲賀様率いる憎き勇者を倒すための戦闘集団のことなんだぜ。いいところであったね、リンクサイン。何、お命頂戴する。ちょっと待って、話しかけなきゃよかった。武器、まあね、お前が撃ってきた喧嘩だからね、分かってるか。ちょっと喧嘩撃ってきたのはあんたやで。消えるね、忍者かな。おりゃー、おい、馬に引っかかったこのバカ。馬は安全なところに逃げた。この武器ダメだな。よし、動きの速い武器で戦おう。え、当たんねー、上から来るだろバカが。そんな攻撃食らいませんよと。大剣を当てにくかったっす。首狩りの刀、攻撃力結構あるな。耐久力低め。チュルギバナナ20ルピーだ。あれ、金落としたの初めてだ。追いはぎ、いや追いはぎされそうになった方だけど。ついに人型の敵現る。こっち正しいっぽいね。だからこそこの辺 Wi-Fi 入らないんだけど。試練の祠ないの。よろしく。道なりに入ったな、入ってるな。あんなところに焚き火があるぜ。夜は危ないから焚き火で朝まで時間潰そうかな。もう夜近づいてきたし、ちょっとここで朝まで時間潰そうか。よし、ここで休憩しようぜ。どうも、ご一緒してよろしいですか。ゲーラックさん。おや、鼻歌を聞かれてしまったか。俺はゲーラック、自分探しじゃ。ゾーラの里を目指してるんだけどね、迷子になっちゃったところ、ざっと北の塔の方から声がしてたんだけどよ。ルテラー側を越えて。ゾーラの里ですか。ゾーラ族で構成されたラネル地方の町さ。ルテラー側をゴルナ、無理だぜ。なかなかたどり着けないから行くのは諦めたよ。北の塔って。北に進めばルテラー側を挟んで向こう岸にでかい塔が見えるぜ。あのてっぺんから声がしたような気がするけど、誰かいんのかな。ルテラー側、ラネル地方でも一番太い川だな。あれを泳いで渡るのは命がけだぜ。あれより北に行きたいなら、西のルエス島まで根気よく歩いて迂回するしかない。さようなら。またなっつうけど、今からね、ちょっと朝まで二人きりじゃない、ウマゴンがいる。ルテラー川、これ違うよね、名前すらない。こっち目指すのがいいのかな、ゾーラの里を目指す方がいいのかな。まあいいや、とりあえず行ってみよう。どうせね、あの塔は行かなきゃいけないんだからね。
おおお、川で水浴びしてるよ、動物たちが。詰まってる。ユニコーンはいないのか、ユニコーンは。この世界観ならまあいてもおかしくはないけど。塔だな、分かりやすい位置にあるし、あの塔目指そう、とりあえず。地図も解放されるし。おー、絶景ポイントかな、これ。これは絶景ポイントだね。行くしかないだろ、こんなの。ほっと。絶景かな、絶景かな。とりあえず、この塔にぶっ刺して。あれは祠じゃない。飛び降りて行ってもいいけど戻ってこれないからな。塔先だな、行くなら。で、塔まで直線距離で行けないのかな、これ。ひどい崖だぜ。下水になってる。降りても大丈夫か？最悪左側に降りてぐるーっと回ってくりゃいけると思うけど。塔に直線で行けるんなら行こうと思ったんだけどな。ここから飛び降りて大丈夫かと言われると、大丈夫じゃなさそうだ。だったらやっぱ先に山の方向かおうかな。なんか踏んだ踏んだっていうか野生の動物だな。ワープポイント一つぐらい欲しいよね。ここ結構移動したもん。もう一遍来たくないよ。誰かいる。あ、ルト族。おっと、カシーワさん。アコーディオン。あ、あなたの腰のものは、すみません、何年前、シーカーストーン。初めてお会いする、ね、あなたは、リト族を見るのは初めてですか？私はリト族の吟遊詩人、カッシーワというものです。どうぞお見知りおきを。古の歌などを求めて旅をしております。あなたは、厄災を攻めた勇者さんにまつわる、古の歌って何ですか？それは、幾多の試練を乗り越えし、厄災を攻めた勇者を立てる歌と言われております。古の歌が伝わっているんですよ、と。いかがですか？あ、聞かせてください。では、お聞きください。命芽吹く緑の大地、焦るは日本の槍よ。まあいいです。その獣にまたがるとき勇者のし、ん？命芽吹く大地とはここのことでしょう。日本の槍を携えし獣とは一体、私には思いもらない秘密が隠されているんでしょうね、と。あなたの旅路に光がありますよ。ほこらチャレンジ、ほこらチャレンジ。別にどこにあるか教えてくれるわけじゃないんだ。あの、そういうきついほこらじゃなくていいんで、ただ単にワープポイントを登録するためだけのほこらどっかありませんかね。いいよ、そこいろ。行ってきまーす。ふう、割と近い。はい。ふう。やったやった。あれ？これ入るの大変なやつか？敵もいるし、
これ難しめの試練の可能性あるな。ルッコマ、ルッコマの試練。いいよいいよいいよ、ワープポイントとして使えるだけで全然いいよ。到着。さあどんな試練かな。うん、右手側にあれ殴るというやつか。5つの炎。おい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 、松明もうないぜ。大丈夫？なくても大丈夫。ダメなら取ってくるけど、どっかから。とりあえず攻撃をしてみよう。おお、すごい。で炎見えてるけど、それをどうする。いや松明いるんじゃねえの。いるんだったらどっかから取ってこないとな。多分全部の場所に火をつけるんじゃない？で、そこ水出てない？ああ、はまるんだ、ここ。ちょっと待って、そんなんで壊れてほしくない。そういうことね。全部のやっぱ全部の場所に火を移すんだ。これ壊れるな。で殴ったらどう。あー、それどころか下水。これきついな。なんかジャンプ攻撃は嫌だな。この状態でさらに何で動く。でまあ火つけたの。で、こっちかな。壊れるハンバーガー。矢の一撃でもいいのかな、わからないからね。いやでも OK、 これいったんじゃね。これなんか水出てね。いやー、これやっぱり水出てるよね、あれ。だから5つの炎を、これ1箇所火だろ、全部が多分燃えたら成功なんだと思うんだ。逆にこれで今全部消えたけど、逆はどう。全部消えたら、今全部消えたけど、まだ1個残ってた。だこれであとここかな。違う、水出てきた。全部つく方が正しいんだと思うけどね。一応木の矢売ったの回収できるから、木
日の矢で行った方がいいな、最終的に。だで今更だけどこれあれだな、矢印になってるな。うん、どっちに回すかっていう矢印になってるね。今更だね。はじめなんかただの飾りかと思ってるけど、これ矢印になってるんだ。とりあえずまず全部消したパターンだね。そう、はい、とりあえず全部消えました。ね、全部消えたね。全部消えたら何も起きない、つまり罪です。これはあれだな、単純に武器が壊れただけの無駄なんで、システムからロードするとオートセーブのこれが入ったところかな。死ぬのめんどくさいんでロードします。まあ、ここは初めただの飾りかと思ってたけど、どうやら違うね。ってことはこれでわかるわ。まず上だな、こっち行こうと。であそこ着きましたと。でこれが着いたことにより、とこっちに打ってここに移すわけよ。であとこれをも戻せ、戻らないっていう。でこれかな、あれについて、こういってこれにつけたいから、こっちかな。このまままず一周回しちゃおう。であそこついた。でねこう回して、であの裏がまだついてないんだよね。これあると横に回したらもう終わりじゃないかな。あーダメだ、横に回すとあれが消えちゃうから、もう一回これを下にして、でこれをこっちにかまして、であれ消えたから、これを横に回してたら、これでもう終わりじゃない？これで全部ついたんじゃない？ほら、そんな言うほど難しくなかったね。あ、はじめどっちに回すのかのこの矢印気づかなかったところプラス武器が壊れて嫌だったっていうだけで、これクリアなんだけど、宝箱上に見えんだよね。これどうやって飛んだろう。クリアはクリアでいいんだけど、この宝箱の取り方よ。この草登れるのかな。あ、火で燃やしたら落ちてくるんじゃない、そんな気するよね。松明ないけどね。うん、火つける手段がないよね。となるとこれを燃やす技は買ってきた、火矢を使おう。ここで多分降ってくるんじゃないかな。もろ20ルピーの価値はあってくれよ。オパールって30ルピーで売れるだけじゃなかったっけ。20ルピー使って30ルピーもらって、でこれをどうするかだよ。これもヒアで一発でいける、もしかして。あ、いけるわ、ヒア最高。みんなもヒアは買っておこう。ゾーラの弓、
耐久性が高いのかっつっても言うほど弓ばっか使わないからね、攻撃力優先でいい気がする。まあこれね、ただの飾りかと思ってたら、回す方向の指示だったっていう。クリアしました。裏にもなんもないな。はーい、明かしください。もうこれも何回見たか。手だと2つだな。ヒットポイント増やしに帰りたい。